東洋刑ム株式会社川越製造所環境生産技術部テクノレギー科の川島です今回は弊社川越製造所の省エネ取り組みである省エネ推進体制の再構築による全員参加型省エネ活動の実現について説明させていただきます今回の発表内容ですが初めに会社概要について説明させていただき 次に、カゴイ製造所で行ってきた省略取り組みについて、具体例を真面目で説明いたします。最後に、我々が目指している今後の省略活動について、まとめとして紹介させていただきます。それでは初めに、会社概要について説明いたします。弊社東洋ケムは東洋インキグループに属しているので、東洋インキグループについて簡単に説明させていただきます。 東洋インキグループは1896年に印刷インキメーカーとして創業を開始しましたその後ポリマーケミカルへ事業を拡大し現在ではグローバル展開へ進めスペシャリティーケミカルへと事業をさらに拡大させています会社体制としては2011年に持ち株会社制へと移行し3つの事業会社からなる新体制を築きました2021年のデータでは 売上高は2800億円を超え、各商材で高いシェアを誇っており、売上構成比率では4つの主力事業がほぼ均等に分散されています。東洋インキグループの事業体制ですが、東洋インキ SC ホールディングスのもと、3つの事業会社で構成され、その中で弊社東洋ケムは、ポリマー・塗カコ関連材を主力製品としており、飲料管や建設塗料、 スマホ用 5G 電磁波シールドといった人々の生活に欠かせない機能性製品を全世界に供給していますそれではこのページから川越製造所の省エネ取り組みについて紹介させていただきますまずは取り組みの全体概要から説明します川越製造所では2018年から省エネ活動を本格的に開始し ポリマー生産建屋 q b 棟を省エネモデル建屋に選定2019年には省エネ推進部門であるテクノエネルギー化が発足し同じ部門で施工管理設備保全を担当するエンジニアリング化と協業して q b i に対して省エネを提案し現場とともに省エネを進める提案型省エネ活動を同年5月から開始しました現在では 省エネ活動モデルはポリマー生産部門全体となり、省エネ活動の進化や水平展開を実施することに成功しています。今回は、以下に書かれている三つのポイントに沿って、省エネ活動の進め方を中心に取り組みを紹介させていただきます。省エネ活動の説明に入る前に、川越製造所について簡単ですが説明させていただきます。 川越製造所は1959年に創業を開始し各製品製造開発 DX や省エネの推進を行い各工場をリードするマザー工場の役割を担っています。敷地面積は15万平米を超え建屋は細かいものまで入れると80建屋以上存在し原油管材エネルギー消費量は年間で8000キロリットルを超え今回の活動でモデル部門と設定したポリマ部門については 3, キロリットルルルのエエネネギギーー消費量ととななっってており多います製造所における主要エネルギー供給設備としては CGS、複製機ボイラー、都市ガスボイガーなどがありこれらの設備は敷地の北側に設置されていて各建屋にエネルギーを供給しています製造所の省エネルギー推進体制ですが 製造所長の下、省エネ・省材委員会が設置され管理部やテクノエネルギー課が事務局となり各部門と協力して製造所全体のエネルギー効率化を目指し定例を中心に活動を行っています以上が川越製造所の概要説明となりますこのページからは川越製造所の省エネ活動について具体的に説明を行ってまいります まずはじめにこれまでの活動背景経緯について説明いたします川越製造所では2018年まで現場の省エネ活動は各部門の省エネ商材委員が中心となって現場自身で省エネを進める体制となっていましたしかし本業である生産活動等に時間が取られ省エネ活動を行う余裕がなく設備の適正運用や計画的保全が行われずにエネルギーの効率が悪い状況が続いていました そこで2019年からはテクノエネルギー化とエンジニアリング化が協業して省エネモデル建屋である QB トに省エネを提案する提案型省エネ活動を開始しさまざまな省エネ施策を実践しましたその結果ユーティリティ設備の更新や運用改善が進みエネルギー効率の向上に貢献しました2020年以降はポリマー部門の他の建屋へこれガの知見を展開 現在はポリマー部門以外にも取り組みを展開させ、全員参加型の省エネ体制の構築に至っています。こうした手法を実践した大きな理由は、製造所に多種多様な建物が多数存在しているため、足並みを揃えるには時間がかかってしまうので、まずは成功事形を積み上げ、地権を水平展開させた方が活動の浸透に時間をかけずに済むと考えたからです。それでは 活動のポイントとして一つ目に挙げた小ネモログ建,建屋の選定においてキュービートを選択した理由はこちらに書かれている3つです。エネルギーが多いというだけでなく DCS が設置されていて軽争データが揃っているということや建屋が比較的若く旬構図が揃っているといった条件が重なっている建屋に該当したのがキュービートだった。 ということが省エネボデル建屋に選定した理由となります続いて QB 棟における省エネ活動について説明しますはじめに QB 棟の概要を説明いたします QB 棟は2002年に竣工しており延岡面積は4000平米程度の4階建ての生産建屋で稼働は24時間体制となっているエネルギー多消費建屋です q ー,ートを省エネモデル建屋に選定した後は、どの設備を省エネ対象設備とするかを関係者と協議し、右下に書かれている理由で、2つの設備を対象に省エネ化を進めました。各設備の省エネ化を進めるにあたり、明確に省エネ活動のフローを決めた方が円滑に省エネ推進ができると考え、テクノエネルギー化が中心となり、上段の提案型省エネ活動を 2019年5月から開始しましまたこの符号を使って先ほど設定した設備の省エネ化を生産現場の方々と連携しながら順調に進めてきましたが省エネ活動の浸透や生産状況にまで踏み込んだ省エネ取り組みを行うには上段のフローでは困難と考え省エネ提案啓蒙を現場したいとするために下段の活動フローを2020年から新たに開始しました。 新しい省エネ活動フローを実践するために何が必要かということを関係者と協議した結果、現場で省エネを進める担当者が必要という結論に至り、2020年からは QB 等から省エネ担当者を選任していただき、活動の円滑化をさらに促進させました。以上が省エネモデル建屋における省エネ活動説明となります。続いて、 ポリマー生産部門全体へのの省エネ取り組みの水平展開についいて説明いたします。2020年時点で QB 等では左上段に記載されている省エネ取り組みが成功していたため他の建屋責任者とともにこれらの知見が他の建屋に活かせないか検討し事例ごとに合う設備があれば該当する建屋に合わせた形で省エネ化を進めるという取り組みを実践しました。水平展開については、 将来的に製造所全体へ展開させることを見据え、単純に省エネ手法を転用させるのではなく、現場の声を聞いて省エネ化を進めるためには何が必要か、よく検討するということに一番力を入れてきました。こうした取り組みを進めた結果、これらの表に記載されているような省エネ事例を積み上げることができました。の活動については2018年から 2019年に実績化させたものを現場の意見を取り入れて2020年から2021年でさらに進化させ一度改善したら終わりということにならないように活動を工夫しました4-5の活動は1-2の活動をベースとして各建屋に水平展開した事例となりますこのように少年モデル建屋を選定し省エネ活動フローを明確化させたことで QB 等の省エネ活動の進化と部門への水平展開を実現し、活動の継続化とともに成長を促すことに成功しました。以上が省エネモデル立てや部門における省エネ活動の説明と、提案型省エネ活動の実例紹介となります。続いて、最初に活動のポイントとして挙げた省エネ推進組織の再構築について説明します。 製造所の省エネ推進体制で申し上げたとおり、川越製造所では省エネ商材委員会が中心となって省エネ活動を進めていますが、現在は省エネ商材委員会の再構築を行うことで、製造所で働く従業員全員参加型の省エネ活動の実現に向けて、さらに一歩進んだ活動を行っています。省エネ商材委員会は、2019年年4 4月時点で年4回の定例が行われており、 構成員は事務局と各部門代表者一名という形でしたこの体制の場合代表者一人の負担が大きく現場一人一人の声も届きにくいという課題がありましたまた委員会自体の回数が少ないため取り組みの回転率が悪く定例も報告がメインになりがちで交流の場としてはもう一歩工夫が必要だと感じていましたそこで ポリマー生産部門で行ってきた省エネモデル活動を省エネ・商材委員会に取り入れ昨年5月からは右側のように体制を再構築しました各縦や単位の省エネ担当者を省委員会という形で設置し T 以下自身が現場と交流する機会を増やし定例を設けずに常時個別相談をするという体制を整え省エネ・商材委員会の定例を月1回に増やして 小委員会の活動を紹介するというように、定例の密度を濃いものに変えていきました。二千二十三年一月時点で、小委員会の活動が活発化されたことから。今後は、月一回としていた定例の回数を減らしていく計画です。小委員会では、個別の小児活動以外にも。部門横断の共通活動として、生活に身近な設備で小児活動を行い。 省エネを従業員一人一人に浸透させていくという活動も行っていますこちらのページでは室外機洗浄を代表事例として紹介していますこのような活動を行う際は設備台帳作成や生存方法説明など事務局が活動を支援し活動の活発化と定着を促しています 以上で、川越製造所における省エ活動について説明を終了させていただきます次は補足として、活動をうまく進めるために我々が工夫している点を2つほど紹介させていただきますまず1つ目が、部門の共通課題を見つけるということです少年活動というと、エネルギーを削減することばかりに目がいってしまいがちですが全員参加型とするためには、それだけではうまくいきません 今回紹介した事例では3部門が連携した省エネ活動となっていますがそれぞれの部門で抱えている共通活動を改善することが結果として省エネに貢献するということが一番大切なことだと思います。我々の取り組みの中では設備を正確に把握することということが3部門の共通課題となっていましたがこの課題を解決することで省エネ化と設備の稼働率向上を実現し活動自体を早く正確に進めることができました。 また共通課題を見つける上で重要視していることが工夫指定疑点の2つ目であるヒアリングシートの活用です我々が最初に省エネ対象立てを巡回させていただくときは巡回後にこちらのヒアリングシートを必ず作成します一方的な提案ではなく現場の方のヒアリング結果も載せてその上で省エネ提案を記載させていただいていますここうすることで、 関係者全員が同意できる活動を実践することができる可能性が高くなりますもし活動推進に関してなかなか進まないと感じている方がいらっしゃればこれが2つの工夫点を参考にしていただけると幸いです最後に川越製造所の省エネ活動の今後の目標について紹介させていただきます我々が今後の目標としているのはこちらに書かれている3つです 1>, 1つ目が昨年実施した省エネ・省財省エネ活動をより深く定着させ、製造所全体に提案型省エネ活動を拡大させること。2つ目がエネマネを自制化し、AI 解析と組み合わせることで省エネ取り組みの精度を向上させること。それから3つ目がまだ着手できていないエネルギー供給側の効率を見直すということです。また、川越製造所では、 昨年3月に新しい事務等が完成し、ニアリーゼブの認証を受けました。ビルも工場も省エネを行う基本的なことは変わらないので、生産活動と並行してさらなる省エネ化を進めていく計画です。まだまだ我々の活動は年数が浅く、課題が多い状況です。今挙げた3つの目標を達成することで、今後省エネ活動が長く太い活動となるように、 従業員一丸となって省エネ活動を行う所存です以上で弊社東洋刑務株式会社カーゴビ製造所における省エネ取り組みの説明を終了させていただきますご清聴いただきどうもありがとうございました